待たせしました。お待たせいたしました。本日開催したダブルダッチデライトネクストヒーローズイースト、そしてダブルダッチデライトイースト2大会の結果をお伝えします。 MC はレグスタイル健吾と、はい、MC ファザーです。よろしくお願いします。さあということで本日2大会同時開催となり、本日全60チームが出場してくれました、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやー健吾いかがでした？いやーなんかやっぱ生で見るダブルダッチの楽しさとか、なんか直接でしか味わえない緊張感とかが、いや本当会場もしびれてすごい楽しかったなと思います。なんか拍手だけだったじゃないですか今回、うん、そうですね、拍手だけだったんですけど、ね、そうダメだったということで、でもなんか会場の皆さんも本当あったかくこう盛り上げてくれて最高の大会になったんではないでしょうかと思います。素晴らしいコメントありがとうございます。それでは早速ネクストヒーローズイーストの結果発表に行きましょう。はい、さあ今からですね、ダブルダッチデライトネクストヒーローズイースト2020ノバイス部門に第3位から発表させていただくんですけども、はい、本日の大会でですねダブルダッチデライトジャパンへの出場権をもらえるチームは1チームのみというふうにインフォメーションしたんですが、はい、正確にはジャパン出場チームは2チームとなります、はい、大変失礼いたしました。さあそれでは果たしてどのチームがダブルダッチデライトジャパンへの切符を手にしたのか今から発表させていただきます。お願いします。まずはノバイス部門第3位から発表させていただきます。参りましょう。ダブルダッチデライトネクストヒーローズイースト2020ノバイス部門第3位はこのチーム。コマジエル、おめでとうございます。おめでとうございます。コマジエルには入賞パネル、そして日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあそしてですね次からジャパンへの切符をつかんだ2チーム発表させていただきます。はい、まずはノバイス部門第2位の発表です。ダブルダッチデライネクストヒーローズイースト2020ノバイス部門第2位はこのチーム。ノーロジック。ノーロジック。おめでとうございます。おめでとうございます。ノーロジックには入賞パネルと日本ダブルダッチ協会より DD ロープス、そしてジャパンへの出場権が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれではジャパンへの出場権残すところ一枠となりました。はい、第1位ですね。はい、発表させていただきます。はい。参ります。ダブルダッチデライトネクストヒーローズイースト2020。ノバイス部門見事第1位に輝いたのはこのチーム。フォーリングス。フォーリングス、おめでとうございます。おめでとうございます。フォーリングスには入賞パネル、そしてダブルダッチデライトジャパン出場権と日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー今向こうで絶対喜んでますよフォーリングスのみんな。画面越しにね歓声が今聞こえてきてます。聞こえてる聞こえてる。さあ入賞した皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは早速アドバンス部門に移りましょう。お願いいたします。では発表させていただきます。はい、ネクストヒーローズイーストアドバンス部門第3位はアテナ。アテナ、おめでとうございます。おめでとうございます。アテナには入賞パネルと日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて早速アドバンス部門第2位の発表をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。ネクストヒーローズイースト2020アドバンス部門第2位に輝いたのはネバーシーンワールド。ネバーシーンワールド、おめ
めでとうございます。おめでとうございます。ネバーティーンワールドには入賞パネルと日本ダブルダッチ協会より DD6、はい、そしてジャパン出場権が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして残るは第1位の発表となります。はい、ネクストヒーローズ2020アドバンス部門第1位に輝いたのは、コマコーラル。コマコーラル、おめでとうございます。コマコーラルには入賞パネルとダブルダッチデライトジャパン出場権と日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。第1位です。第1位ということで、いや本当に入賞された皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。いや今回のネクストヒーローズイーストどうでした、ケンゴくん。いやもうなんか本当にアドバンスノバイスっていう本当イーストのオープンを見てるようなレベルも高いし、やってることのスキルも高いし、表情だったりなんか全部大人ですかみたいな、大人顔負けのね、大人顔負けの、本当になんか僕も頑張んなきゃって思うぐらいなんか刺激を受けて最高に楽しかったですね。いや素晴らしいコメント、はい、ありがとうございます。パート2、パート2 で、そしてネクストヒーローズイーストに出てくれた皆さんの裏には絶対にね、指導者の皆さん、そして保護者の皆さんの支えがあったからこそこうやって大会ができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは続いてダブルダッチデライトイースト結果発表に移ります。はい、ダブルダッチデライトイースト2020一般部門からの発表となります、はい、それでは発表させていただきます。お願いいたします。ダブルダッチデライトイースト2020一般部門見事第1位に輝いたのは、平成たぬき合戦ポンポコー、ポンポコーポンポン、おめでとうございます。おめでとうございます。平成たぬき合戦ポンポコには入賞パネルとダブルダッチデライトジャパン出場権が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひね、ジャパンで暴れてきてほしいなと思います。そうですね、本当に楽しみです、入賞したチームの皆さんおめでとうございます。それではオープン部門に移りましょう。発表させていただきます。オープン部門は上位5チームがジャパンへの出場権を得ることができます。はい、まずは第1位から発表させていただきます。お願いします。ダブルダッチデライトイースト2020オープン部門見事ジャパンへの1枚目の切符を掴んだのはこのチーム、テスラー。テスラー、おめでとうございます。テスラには入賞パネル、そしてジャパンへの切符贈られます。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。さあどんどん参りましょう。続きましてオープン部門2位通過の発表です。はい、ジャパンへの2枚目の切符を勝ち取ったのはこのチーム、2枚目の切符を掴んだカメリアには入賞パネル、そしてジャパンへの切符が贈られます。イエス、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ残すところ3枚となりました。はい、第3位通過のチームを発表させていただきます。お願いします。オープン部門第3位はこのチーム、ロアー、ロアー、おめでとうございます。おめでとうございます。見事ジャパンへの3枚目の切符を勝ち取ったのはロア、ロアには入賞パネル、そしてジャパンへの切符が贈られます。イエー、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてオープン部門第4位を発表させていただきます。はい、
ダブルダッチデライトイースト2020オープン部門第4位通過は、サイガー。サイガーおめでとうございます。サイガーには入賞パネルとダブルダッチデライトジャパン出場権が贈られます。おめでとうございます。さあ残すところあと1枚1チームですね。さあオープン部門第5位の発表をさせていただきます。ダブルダッチデライトイースト2020オープン部門5位通過をしたのはこのチーム、クレオー。クレオー、おめでとうございます。おめでとうございます。クレオには入賞パネルとダブルダッチデライトジャパンの出場権が贈られます。贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。まずはですね、はい、入賞された5チーム、はい、大きな拍手を送りましょう。いや本当におめでとうございます。めちゃくちゃかっこよかった。イーストどうでした？いやなんかもうなんすかね、学生にしか出せない輝きっていうんですか、なんかやっぱ僕たちがやるのとはまた違うなんか魅力というか、うん、をひしひしとなんか感じて、うわたまんねえなと思いながら、あのなんかむき出しの情熱みたいな感じが、いや本当になんか直で見れたのがすごいやっぱり感動しますね。生っていいよね。いや生って素晴らしい。最高に感動しました。はい、ということでジャパンへの切符をつかんだ5チームは、はい、もう思う存分イーストの看板を背負って暴れてきてもらいたいと思います。はい、5チームの皆さん本当におめでとうございます。おめでとうございます。まだねここで終わりではないんですよ、はい、発表させていただきましょう。まだチャンスがあるチームが残っています。はい、敗者復活対象チームの発表です。敗者復活対象チームは3チーム発表いたします。敗者復活枠に選ばれたのはラムタムタム、ヒッチコーク、モノノケ、この3チームです。以上3チームはまだチャンスが残っております。ダブルダッチデライトジャパンの当日本戦前にパフォーマンスをしていただいて、そこで見事1位になれば、はい、ジャパン本戦で戦えるということで、はい、ぜひねジャパンまで牙を磨いておいてほしいなと思います。掴み取ってほしいですね。ぜひ掴み取ってほしいと思います。はい、最後に、ベストルーキーズ賞の発表をさせていただきたいと思います。ベストルーキーズ賞は結成1年未満で最高得点のチームになります。はい、それでは発表させていただきます。はい、ベストルーキーズ賞はロープザパニー。ロープザパニー、おめでとうございます。ロープザパニックにはベストルーキーズ賞パネルが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやいいですね、はい、あのルーキーで出てそれで賞がもらえるなんてやっぱ素晴らしいなと思います。最高に嬉しいんじゃないですかね。嬉しいよこれは。はい、以上で今大会の結果発表となります。出場した選手の皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや本当この難しい状況の中、うん、いろいろな方々のご協力のもと、はい、この大会で直接皆さんと、会えてパワーをもらって、なんか僕自身本当に刺激をもらえたなと、頑張ろうってなんか思えたんで、頑張ろうってなるよね、はい、本当に携わってくれた皆さんに本当感謝と、出てくれたみんなにビッグリスペクトでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは10月10日ダブルダッチデライトジャパンでお会いしましょう。はい、以上結果発表終了となります。 MC はレグスタイルケンゴと MC ファーザーでした。バイバイ。